サプリメントは使い方によって薬にも毒にもなる。皆さんこんにちは。論文で解決チャンネルのお時間です。さあ本日は筋トレの効果を抜群に上げるサプリベスト3ということで、科学的根拠のある筋トレの効果を後押しするサプリメントをランキング形式で発表いたします。月曜日に公開した全く意味がない筋トレサプリ5000も合わせてご覧になっていただくと、筋トレに使うサプリの理解度が圧倒的に上がると思いますので、まだご覧になっていない方はぜひ見てみてください。それでは行きましょう。筋トレの効果を抜群に上げる筋トレサプリ第3位はカフェインです。カフェインは覚醒作用のあるサプリメントで、代表的なところにはコーヒーに含まれていますが、サプリメントとしても販売されています。もうこれは皆さん周知のことかと思いますが、カフェインの摂取によって筋発揮率の向上、運動パフォーマンスの向上が確認されています。最も新しいメタ分析で言えば、2021年にスペインから発表された最新の研究では、18の論文を分析して、カフェインの補給によってスポーツスキルの向上やジャンプ力など全身のパフォーマンス能力を向上させるっていうデータや、2021年にアラゴアス連邦大学から発表された最新のメタ分析においては、19の論文を精査してカフェインの補給によって筋力トレーニングにおける最大筋力発揮率と筋持久力を向上させるというデータが出ています。筋発揮率や筋持久力が向上するということは、必然的に筋トレの重量や回数をアップさせることにつながりますので、筋力トレーニングの質を上げて筋肥大を早めることができると言っても過言ではありません。だいたい筋トレの質を上げるためのカフェインの摂取量というのは、体重あたり 6mg は欲しいので、80キロの人の場合だとコーヒー5杯くらいの量になります。一気に5杯をガブ飲みするのは現実的ではありませんので、筋トレ前にカフェインサプリを摂取することをお勧めします。カフェインに関しましては、その他にも筋肉痛や筋疲労を和らげる効果も確認されていまして、2017年のアーカンソー大学の研究では、対象者は30人と少ないですが、体重あたり 3mg のカフェインの摂取で筋肉痛が 10% ほど軽減するというデータが出ています。これは運動3から4時間後に服用すると効果が見られたということで、運動前のカフェインでは筋発揮率や筋持久力が向上し、運動後のカフェインの摂取では筋肉痛や筋疲労を和らげる役割を持っているということです。じゃあカフェイン最強じゃんって思うかもしれませんが、これ第3位にランクインされているのにはやはり理由があります。その大きな理由とは、カフェインには耐性がつきやすいという部分です。要はカフェインを今まであまり取っていないという方は、カフェインの効果というのをめちゃくちゃ体感できるんですが、普段日常的にコーヒーを飲んでいたりとか、カフェインサプリを服用しているよっていう方は、体がカフェインに慣れてしまって効果が実感できなくなってしまうんです。特に筋力発揮率と筋持久力に関しましては、体勢による影響を受けやすいので、頻繁にカフェインでの能力向上は難しくなります。逆に筋疲労の改善や筋肉痛の改善というのは、体勢による影響は受けにくいことが分かっていますので、普段使いは運動後の筋疲労、筋肉痛の軽減に使うのがいいかと思います。競技をやってるっていう方は、競技の1ヶ月前はカフェインの摂取は控えてもらって、運動1時間前に体重あたり 6mg のカフェインの摂取で筋発揮率、筋持久力をはじめとしたパフォーマンススキルを向上させることができます。普段の筋トレで使用したいよっていう方は、筋トレ3から4時間後に体重あたり 3mg のカフェインの摂取をすると筋疲労、筋肉痛の軽減に役立ちますので、ぜひこれを参考にしてもらえたらと思います。ちなみに私自身はカフェインの耐性がかなりついていますので、効果は実感できないのでカフェインの服用はしていません。筋トレの効果を抜群に上げるサプリメント第2位はクレアチンです。私自身も現在服用していて、普段使いのサプリの一つです。クレアチンは筋トレの際のエネルギー通貨として使われる物質になります。主に生肉に含まれていて、なかなか食品から摂取するのは難しいので、サプリメントで摂取することが有効になります。クレアチン摂取による主な効果としては、やはり筋肥大と筋力発揮率の増大です。2017年のロンドリナ州立大学の研究では、筋トレ歴2年以上の男性45人を対象にして、クレアチンを体重あたり 0.03g 服用するグループとプラセボ群に分けて8週間の追跡調査が行われました。当たり前ですが、筋トレの頻度や狙う部位は統一して、どの程度筋肥大に違いが見られるのかの検証が行われました。この研究のグッドなポイントは、対象者は少ないですが、筋トレを2年以上行っている筋トレユーザーを対象にしているという部分です。前回放送した意味がない筋トレサプリでも出てきた HMB というサプリは、筋トレ初心者には効果はありますが、筋トレ中級者以降になると全く意味がないっていう話をしたかと思います。実際にかなりの量、こういうサプリメントは存在していまして、ある一定期間以上筋トレが進むと意味がなくなってしまうサプリメントというのは無数に存在しています。今回の研究では筋トレ上級者を対象にしていますので、
今現在筋トレを1年くらいやってきたけど、なかなか筋肥大の伸びが弱くなったという方にも当てはまる研究かと思います。でも早速結果なんですが、実際の論文の図を見ていただけるとわかるように、プラセボ群と比較し、圧倒的にクレアチン服用群で、より顕著な筋肥大が認められました。そして面白いことに、なぜそうなったかは謎なんですが、クレアチン服用グループでは、上半身の筋肉が、下半身の筋肉の約2倍ほど向上していたっていう結果が出ています。つまり、筋肥大をしたいなら、クレアチンを服用すること。そしてその効果は、上半身を中心とした全身に効果を発揮するということです。しかも2021年には、ブランドン大学から大規模なクレアチン効果に対するメタ分析が発表されまして、クレアチンの摂取によって、50歳以降でも筋肥大、筋発揮率の向上が見られ、毎日ではなく、筋トレをする日だけの摂取でも、その効果を実感することができ、なおかつ体重あたり 0.03g の摂取という少量でも効果を発揮するという結果が出ています。最新の研究プラスメタ分析という、研究所の中でも最も信頼性が高いものになりますので、クレアチンの信頼性は抜群だと言います。もともとクレアチンというのは、体内に蓄えられて初めてその効果を発揮するようになります。だいたい体内に溜まっていくのが約2週間と言われていますので、服用2週間後に効果を実感できるようになります。また蓄えられてから効果を発揮するということは、運動前後で摂取しようが、食事中に取ろうが、いつ取ってもらっても効果というのは変わらないのもクレアチンの特徴になります。またその他にも、クレアチンには筋肥大、筋発揮率の向上以外にも、アンチエイジング効果やワーキングメモリの向上、脂肪燃焼効果なんかも確認されていますので、ぜひクレアチンをレギュラーサプリに検討してみてください。私の場合は、ハルクファクターのクレアチンモノハイドレードを筋トレ後にプロテインに混ぜて、1日 4g 摂取しています。何に混ぜても効果を発揮しますし、特にマイナス面もありませんので、ぜひ試してみてください。私が使っているクレアチンは概要欄に URL を貼っておきますので、興味がある方は見てみてください。筋トレの効果を抜群に上げるサプリメント、第1位はホエイプロテインです。これはサプリと言っていいのか疑問がありますが、筋トレには必ず必要なものになります。当たり前ですが、筋トレ後には筋タンパク質の合成率が高まっていますので、そのタイミングで高品質なタンパク質を摂取することは、筋肥大を狙うためにはめちゃくちゃ重要です。ソイプロテインじゃダメなのとか、食事からの摂取はダメなのなどなど、いろんな突っ込みどころはあるかと思いますが、それはまた別の機会に詳細に解説をするとして、ここでは最も有効なプロテインの摂取量、そして摂取する時間帯についてお伝えをしていきます。そんなもん知っとるわって思う方もいるかもしれませんが、10年以上理学療法をやってきて、最近数年はアスレチックトレーナーも並行してやっていますが、皆さんのタンパク質の知識は圧倒的に足りません。厳しい言い方ですが、知識はもちろんですが、飲み方や飲む量も圧倒的に不十分なんです。筋トレをガツガツしてるけど、なかなか筋肉がつかないんだよねっていう方は、必ずこのタンパク質の知識が抜けています。人間の体というのは、約 60% は水分で構成されていて、その次に多いのが、全体の約 20% を占めるタンパク質です。タンパク質は、心臓や肺など、臓器以外にも、爪や髪の毛、血液など、体を構成する様々な物質の原料になっています。筋肉の元となる筋原繊維も、筋タンパク質からできていまして、筋肉を大きくしたいのであれば、タンパク質を摂取することは必須になります。筋肥大を狙うためのタンパク質摂取で重要なポイントは大きく2つです。タンパク質の摂取量と摂取する時間帯です。摂取量に関しましては、2018年のマクマスター大学から、健康な成人の筋力トレーニングにおけるタンパク質補給の効果についてメタ分析が行われ、一般の方が筋肉量の向上を目指す場合は、1日体重あたり 1.6g はタンパク質を摂る必要があるという結論が出ています。つまり体重60キロの人では96グラムのタンパク質が必要になります。ただこの研究は一般の方の筋トレを中心に考えられていますので、中級から上級の場合にはもっと多いタンパク質量が必要になります。アメリカのウエスタン大学の研究では、ボディービルダー8人を対象にしてタンパク質量を調べたんですが、結果としては上級者が筋肉の肥大を狙うのであれば、体重あたり 1.7 から 2.2 グラムのタンパク質量が必要という結論でした。つまり体重あたり 2g はタンパク質の補給が必要になります。体重60キロの人で言えば 120g のタンパク質の摂取が筋力トレーニングの効果を極限まで高めるためには必要というわけです。体重あたり 2g は食事だけでは難しいので、やはりプロテインの摂取が必要です。なんかプロテインって太るってイメージを持ってる方がいらっしゃいますか？脂肪分なんかはほとんど入っていないですし、スナック菓子と比べると添加物の量も圧倒的に少ないので、健康食として安心して飲んでいただけたらと思います。体重あたり 2g のタンパク質。これが筋トレの効果を極限まで高めるためのタンパク質摂取量になります。
そしてもう一つ重要なポイントは摂取する時間帯です。よく筋トレ前にタンパク質は摂取した方がいいとか、筋トレ後に摂取した方がいいよっていう話がありますが、科学的に言えば筋トレ後1から2時間以内の摂取、そして筋トレ後24時間以内のタンパク質の摂取が必要になります。2000年のテキサス大学の研究では、トレーニング直後のタンパク質の摂取とその時間の経過によってタンパク質の合成量はどう変化するのかの調査を行い、結果としては筋トレ後1から2時間が最もタンパク質の合成量が高くなるという結論が出ています。つまり筋トレ後1から2時間の間にしっかりとタンパク質を補給することによって筋肉は肥大しやすくなります。また2003年のシュリナーズ病院の研究では、筋トレ後24時間以内は筋タンパク質の合成率は高い状態を維持しているということも分かっていまして、筋トレ後24時間以内にどれだけ良質なタンパク質を補給できるかどうかも筋トレの効果を極限まで高めるために必要になります。タンパク質の摂取量は体重あたり 2.0g、 摂取する時間帯は筋トレ後1から2時間はプロテインでタンパク質を補給し、24時間以内はバランスのいいタンパク質メインの食事で筋肉に栄養を与えてください。論文で解決チャンネル。以上が筋トレの効果を抜群に上げるサプリメントベスト3でした。第3位はカフェイン、第2位はクレアチン、第1位はホエイプロテインです。カフェインは耐性がつきやすいので、競技をやっている方は競技の1ヶ月前はカフェインの摂取は控えてもらって、運動1時間前に体重あたり 6mg のカフェインの摂取で筋迫力、筋持久力をはじめとしたパフォーマンススキルを向上させることができます。普段の筋トレで使用したいよっていう方は、筋トレ3から4時間後に体重あたり 3mg のカフェインの摂取をすると筋疲労、筋肉痛の軽減に役立ちますので、ぜひこれを参考にしてもらえたらと思います。クレアチンは私のおすすめとして、ハルクファクターのクレアチンモノハイドレートを筋トレ後にプロテインに混ぜて1日 4g の摂取をおすすめします。体重あたりで換算すると 0.02 から 0.03g です。何に混ぜても効果を発揮しますし、特にマイナス面もありませんので、ぜひ試してみてください。そして第1位はホエイプロテインです。筋トレの効果を最大限にするためのタンパク質量というのは体重あたり 2g ですので、食事から取れない分をプロテインで補給してください。筋肉に関して言えば、現状科学的にお勧めできるのがこの3つだけですので、ベスト3と目打ってますが、どれも優劣つけがたいくらい素晴らしいサプリメントになりますので、ぜひ筋トレのお供に検討してみてください。勘違いしてはいけないのは、サプリメントというのは筋肉をつけるための栄養補給としては最下層に位置するものなので、普段の食生活を正すこと、筋トレを継続することが最も重要なので、その部分は勘違いしないようにしてください。それでは本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。